かに浅いから。こんにちは、下東島仮説事研究所大臣でございます。今回はですね、2022年1月19日の兆候でございますけど、市南署プロジェクトの動線サポートということで1000回40メートルの河川に行ってきましたです。で、今回実践メンバーはですね、岐阜の佐々木さんなんですけど、釣りの初心者ではないんですけどね、串本の河川はですね、初トライは前回1月の10日でございますかね。この日はですね、僕も1000回40メートルの河川で、動画のロケをやってたんですけどね、佐々木さん、この日、坊主だったということで、速攻でですね、市南署プロジェクトに参加されて、今回の動線ということになりましたです。佐々木さんですけどね、釣りはかなりやっておられますしね、おそらくですね、感覚的にちょっとズレがあるというところを自覚されたんだと思いますけど、それをですね、修正というか、調整する感じで、今回はですね、お手伝いをさせていただきましたです。潮も良かったですからね、いい感じで釣れましたですね。後ろ側の風に。
かった。ぼちぼちとですけど調子よく当たりましたですね。潮は河川の下に潜り込むような潮で、あの結構な速さで動いたんですけどね、まあ、この流れはですねこう実績もありますしね、今回は底巻きを使って中層に巻き絵を効かしていましたです。まあ、あの流れの速い時はですねかなり効果的だと思います。で、佐々木さんの道具でございますけどね、ロッドはですねアルファタックルのディープインパクトのライトでございますね。でリールは、シマノのカイコンの4000番で、ラインはですねフロロの12号の投資で、針はですね缶付きヒラマサの14号で、潮が速いので、まあ、割れでも重りの5号を針上矢引きのところにセットしましたです。まあ、あのディープインパクトって言ったら、中心海のロッドでございますかね。あと言ってもですねコスペック表を見る限りは、まあ、あの串本のカセ釣りの青物狙いに、まあ、ちょうど良いようにも見えますしね、あのやり取りの感じを見ても、まあ、余力を持ってこうグイグイ引っ張ってこれる感じがしますからね、いい感じでございますよね。まあ、あの僕ねこの竿のことよく知らなかったんですけどね、ディープインパクトってこうなんか聞いたことあるなと思ったんですけど、馬の名前になんか同じような名前ありましたですよね。まあ、僕ね競馬は一切やらないので、まあ、馬の方もそんなによく知らないんですけど、まあ、名馬の名前にあやかってですねこう連勝連発といきたいところでございますね。この日はですね、佐々木さんばかりに当たりが集中して、僕もですね、こう一発かけてこうお手本の竿さばきを見せるつもりが、まあ、なぜかですね、こう全然当たりがなかったですね。いや、もうね、市販失格でございますね。まあ、正確にはですね、こう食い込まない当たりとか、サワラに針を切られたりですね、まあ、そんなんばっかりだったんですけど、まあ、いつもと同じことをやっているのになんか調子悪いなとか言ってたらですね、朝の試合が終わっちゃいましたですね。まあ、今季の青物釣りはですね、こう粘りが効かないですからね、こうあたふたしてたら、まあ、すぐにやらかしてしまいますから、まあね、反面教師として僕の坊主姿晒しておきますね。まあ、ちなみにですね、佐々木さんのラインは12号で、僕のは10号です。まあ、佐々木さんのラインの方が太いわけですけど、佐々木さんのラインが、まあ、フレッシュのラインだったのに対して、まあ、僕のはね、4回目の使用でございますかね。まあ、そろそろ糸癖も少し、まあ、若干の発火も、まあ、起こってるわけなんですけど、まあ、違いがあるとしたらですね、まあ、そのくらいだと思うんですけどね。
まあ、あの雑誌の取材とかこうね絶対釣らないといけないなんていう時はですねこう LINE をフレッシュにしていくんですけど、まあ、この日はですね、まあ、そんなことがちょっとたたったのかななんていうふうにねちょっと思いましたですけどね。まあでもね、まあ、用途なかったとあの言い訳にも聞こえますからね、まあ、こんなもんにしておきます。おお、えらいよいよいよ。もしかして
それと、動線サポートでございますけどね、こんな感じで動画に残しておくのがおすすめでございますね。まあおそらくですけどね、自分の映ってる姿を客観的に見たことがある人って、まあ、少ないと思うんですよね。まあ、なんと言いますかね、自分ではまあこういう感じでうまくやれてるとかね、まあ、ずっと思ってても、まあ、実際ですね、こう映像でこう自分の姿を見てみるとですね、こう自分が思っていたこととですね、こうズレがあったりするわけなんですね。まあ、そういうのもですね、こう次回以降の釣りで、まあ、微調整とか、まあ、修正ができたりするわけなんですね。まあ、なので、まあ、できるだけですね、こう編集を少なくして、まあ、研究材料としてですね、まあ、指南書の実践メンバーとか、動線サポートの依頼者にはですね、こう見ていただくわけなんですけどね、まあ、これを見てですね、こう視聴者の方は、まあ、自分だったらこうするとか、まあね、こういう感じでやるのいいなとかね、まあ、いろんなことに気づいてほしいなというふうにも思います。まあ、動線サポートってですね、まあ、ただ単に、まあ、釣りを教えるだけとか、まあ、そういうものではないと言いますかね。まあ、そんなんだったらですね、YouTube で動画を見てるだけで、まあ、ことは足りますからね。この列の中で一番障害物が近いところだから。当たり。なんかじゃけど、怪しい入り方したな、今。ケリーみたいな入り方した。
障害故障害故障害カータもずったよ。はーい、ご招待がいいなやな。だんだんお化け屋敷だよ、みんな。潮の速い日でちょっと釣りづらい点もあったんですけどね、魚の食い自体は、まあ、悪い感じはしなかったですね。トラレのカセは両肩の青物3発にマダイの強化、このカセもですね、右側に陣取った人に、まあ、当たりが集中したようで、まあ、左側にいた人はですね、僕と一緒で坊主を食らってましたですかね、まあ、何なんでしょうね。こちらのカセはですね、両肩青物5本に小正代マダイの強化で、まあ、クーラー1つでは入りきらなかったですね。まあ、あの青物釣りはですね、こう60リッターのクーラー2つ持ってこられるのがおすすめでございますね。あの串本 の青物ってですね、こう太いものがあって、まあ、そういうのはですね、こう80センチクラスのサイズで、まあ、4本とポールでちょうどいい塩梅になります。まあ、ちょっといい潮になるとですね、5、6本釣れますしね、あのマダイとかも釣るわけじゃないですか。あのクーラー2杯でちょうどいいっていうふうに思います。さて映像はですね、こう飲ませ釣りでございますけどね、あの道具を入れたらこうすぐにヒットしてきましたですね。まあ、これね、あのツバクロエイだったんですけど、いや、あの池餌でこうそこにつけているわけじゃないですしね、まあ、普通エイは当たらないというか、まあ、あのスレだったので仕方がないんですけどね、あのどうもね、もう底巻きでこうイワシをガンガン入れて、まあ、それについたような気がしませんですね。まあ、あのサポートということでですね、あのちょっと巻きを頑張ったわけですけど、まあ、ヒラメ狙いには、まあ、ちょっと裏目だったというか、まあ、といってもですね、こうヒラメもこうね、まあ、イワシは大好きなので、まあ、あのエイが邪魔さえしなければついたとも思うんですけどね、40メートル下の海底を思い通りにするのはまあ難しいですね。今後の課題ということにしておきます。まあ、A もそうですけどね、水温が安定してきてこうした鳥が増えてきましたですね。まあ、あの水の活性が高くなってきてるんだと思いますけど、あのマセ釣りのヒラメとか、まあ、天秤カセのマダイなんかが良くなってきてます。まあ、これで潮が濁り出せばですね、大味の回遊も始まりますから、寒の時期の串本カセの五目釣り大いにやってみてくださいね。まあ、こんな感じでこれからも串本カセの、いろいろな情報をどんどん展開していきます。ぜひともチャンネル登録をしていただいて、一緒にご元気いただければなというふうに思います。ではでは次の動画でまたお会いしましょう。Come on, dog.